テオドール・ヘルツル、ハンガリー語、ヘルツル・ティバター、ドイツ語、テオドール・ヘルツル、1860年5月2日から1904年7月3日は、失われた、祖国イスラエルを取り戻す、シオニズム運動を起こした一人。1968年発行の900、イスラエルリラ紙幣から1978年発行の90シェケル紙幣まで肖像が使用されていた。 ヘルツル生誕の地、ドーハニーがイシナゴーグ、ブダペストハンガリーのブダペストで生まれた。18歳の時に、ウィーンに移り、法律、ジャーナリズム、文学を学んだ。当初は、コスモポリタン的なドイツ文化の教養を身につけて、高尚な貴族文化に憧れる恩恵な教養人で、あったが、新聞記者として、フランスのドレフィス事件の取材に当たった時、未だ根強い。 ユダヤ人に対する偏見に遭遇して、ショックを受け、またモーゼス・ヘスの影響も受け、失われた、祖国イスラエルを取り戻す、シオニズム運動を起こした。1893年、キリスト教社会党党首で反ユダヤ主義を主張していた、カール・ル・ウェイガーが、ウィーン市長に選ばれたことに衝撃を受ける。ヘリツルは、ユダヤ人の間には一種の絶望感が漂っていると、日記に記した。 同じ頃の東ヨーロッパでのユダヤ人迫害、また、当時のオーストリアにおけるルエーガーや、ゲオルクフォン・シェーネラーによる、反ユダヤ主義的大衆運動に接す,することによって、彼の態度が鮮明になったと言われる。ユダヤ人国家1896年、シオニズム運動の先駆けをなす著作、ユダヤ人国家を出版した。ここでは、ユダヤ人国家像と、 国家建設のプログラムを詳細に記されている。翌1897年、スイスのバーゼルにおいて最初のシオニスト会議を開いた。第1回シオニスト会議では各国のユダヤ評議会によって選出された代表200人が参加したが、ヘルツルの威厳のある立ち振る舞いはユダヤ人の王とさえ呼ばれるほどであったという。また、彼は小説、古く新しい国の冒頭に、 もしあなたが望むなら、それはおとぎ話ではないと書いて、ユダヤ人国家の建設を主張している。ユダヤ人国家の建設地としては、必ずしも聖地エルサレムがあるパレスチナにこだわらず、南アメリカのアルゼンチンやアフリカのウガンダも候補地にしていた。1904年に心臓病により44歳で死去したが、その意志は多くのユダヤ人に受け継がれることとなった。 ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。ありがとうございます。